おはようございます。2020年8月のもう20日になりました。衆議院議員の原口一博です。ごきげんよう。どんな朝を迎えでしょうか。これ首相官邸ですね。その先が国会です。私たちの衆議院の議員会館、第一議員会館の向こう側に頭だけ出てますね。今日はですね、もう本当に命に関わる今日も暑さということで、皆さん十分お気をつけになってください。もうニュースでご存知かもわかりませんが、回答結集ということが決まりました。昨日の両院議員総会、それから全国幹事長会議、非常にいい意見が出ました。前向きのですね、いい仲間と一緒に歩いてきたなというふうに思います。理念政策、これ綱領もですね、これから立憲さんとですね、さらにミッションがあればですね、泉政調会長が頑張ってくれると思います。大阪政調会長とともにですね、私たちが国民民主党を作るときは、私と品さんが共同座長になって、そして、希望の党からはですね、小熊さんと、それから、奥野さん、この二人が出てきて、当時の民進党、これ民主党を引き継いだ民進党に残っていた、田辺さんと小林さんですね、この6人で、綱領の原案を作りました。何回も何回ももう激しい議論をして作った国民民主党の綱領、これ一枚紙で昨日も配られてましたけど、見たらやっぱり涙が出ましたね。もうこれ2年だったですけども、もともと立憲さんとですね合流、多くが民主党の仲間ですから、その合流を元によりリベラルにということで、人間の尊厳、人権の政党としてのですね、輪郭をはっきりさせようということで作ったものでした。そして昨日ですね、渡辺修君、まあ、僕らというか私たちですね、30代の頃から、まあ、民主党のサンバカって言われました。いや、言われてないですね、三人トリオって言われてましたね。安住君と渡辺修君、僕とその三人トリオでずっといろんなことをやってきたんですね。で、安住君は非常に主張がはっきりしています。まあ私も、どちらかというとそうかもわかりません。で、渡辺修君は、まあ安住君もそうですけど、自分のことを言いません。自分のことを言うよりか、まあ、社会をどんな風に作りたいか。ゾマホンさんに、北野武さんからお願いをされたですね、ベナンに学校を作るっていうのも、渡辺修さんが、最初に、協力をしてくれましたし、拉致議連も、安住さんは入ってませんでしたけども、一緒に立ち上げたメンバーです。それから、民主党国会人面も渡辺修君が一緒にですね、立ち上げてずっとやってきてくれました。総務大臣に就任した時も、もう一番信頼をする渡辺修君に副大臣をしてもらいました。彼は防衛の方も専門なんですけども、防衛副大臣もしました。本来であれば私たち同期ですから、彼も防衛大臣やいろんな大臣がを経験して、欲しかったと思いますし、ぜひこれからやってほしいと思います。で、その渡辺修君がですね、昨日両院議員懇談会と両院総会で2回発言しました。いやー、修君いつも、まあ、大きなですね、もう180を超える彼、おおらかな人間ですが、渾身のですね、思いを込めて話をしました。それは代表に本意を促す言葉でした。もうニュースで流れてると思いますんで、皆さんお聞きになってほしいんですけども、初めてですよね、自分のお父さんの話をしたんですね。
自分の親父は、民社と渡辺朗先生っていうのは衆議院を4期もされたんで、学校は僕と同じなんですね。で、ビルマや、アメリカにも留学を、アメリカに留学をされてですね、民社党の創設メンバーなんですね。自分の親父は民社党っていうところにいたけども、ずっと政権から遠かったと。そうなんですよね。民社党ってすごくいい政党で、私も松下政経塾の時代にですね、富士政治大学校っていう民社党の教育機関での方々にもご指導いただきました。西村慎吾さんから頼まれてですね、かつて、民主党時代だったんですけども、慎吾さんの代わりに、講演に行かせていただいたこともあります。民社党はいい政党だったんだけども、一回も政権につくことはなかったんだと。大きな塊で、本当の意味での日本を救っていこうじゃないか。船長や機関士が、自分は行きませんという船があるかと。ここはもうみんな全国幹事会でもそういう声がいっぱいありましたから、自分は参加しないということをもうここで言うんじゃなくて、それを思いを収めて参加をしてくれということを言うんですね。船長や機関士、具体的には代表や選対委員長、岸本さんどうされるかわかんない、一緒にぜひ参加してほしいと思いますけども、結集してほしいと思うけども、代表には代表の思いがあったでしょう。で、渡辺修君がですね、それを懇談会と、それから、両院総会、両院総会はもうテレビマスコミフルオープンですから、そこで言うわけですね。涙が出ました。そしてその渡辺朗先生、私もいろいろ政党の歴史を勉強する中で必ず出てこられるお名前ですね。4期か5期、なさってですね、その後落選も経験されて、静岡の沼津だったと思いますが市長をなさっています。ナショナリズムの研究とかですね、いろんな本を書いておられます。今日早速ですね、渡辺朗先生がどういう政治家としての歩みを辿ってこられたのか、渡辺修君についてはもういつも一緒ですから、必ず一緒なんで、彼のことはよく知ってるつもりでしたけども、それはもうつもりであって、安住君も僕も孫はいないわけですけども、修君はもう早々にですね、お孫さんができて、そしてまあ本当にそこも言いませんから、どうなってんの、有名なですね、方とお嬢さん結婚されて、本当に時々ですね、ああ僕らも30代でああやってたけど、こういう年齢に差し掛かってきたんだなって思うことが修君を通してあります。で、その朗先生のそのことを言う彼、一回も政権につかなかったんですということを聞いて、ある人のことをがお顔が目に浮かびました。それは同じ民社党のですね、中井博史先生。中井博史先生は本当になんていうかな、優しい方というか、まあ恐ろしいっていう人が多くてですね、総務省の上には警察庁があるわけですね。この役所は、あそこは、警察庁かな。で、警察庁の、国家公安委員長でいらっしゃいましたから、総務省の僕らのところにも降りてきてですね、もちろん中井先生は郵政の、本当にエキスパートでいらっしゃるから、中井先生がですね、私の役所の、人たちにも訓示をくださったりですね、上から下に降りてくるの簡単なんでですね、よくやっていただいたし、まあ苦しい時に必ず手を差し伸べていただいたのが中井博史先生でした。原口君、郵政を守る法案を2日で作りなさいとか言われてですね、
あの2005年の小泉選挙の時に、まあ本当にたくさんの人たち、あの時は馬淵さんとですね、それからそこで秘書してた鬼剣、大西健介さんですね、とかの力を借りて、2日間でその法律を作りました。さすがに2日間徹夜するとですね、そうぶっ倒れたんですね、その時に。で、ずっとこの、国会の中の診察室にですね、付き添ってくださって、あの時、松野頼久さんと中井博さんがですね、連れ添っていただきました。まあ、中井先生は、合法来楽な人で、なんでかその、パートナーの方とどっかで飲むとですね、私も呼ばれてですね、なんで僕を呼ぶんですかと、お二人がいいんじゃないですかと、言うのに、まあ、呼ぶんですね。まあそういう方でした。でも、中井先生がおっしゃっていたことと同じことを昨日、ああ、周君がお父さんから引き継いでるんだなって、原口君、自分は2世だと。自分の親の代から50年以上民社党の、もう一つの政権政党を作ろうと思ってやってきたと。でも一回も政権についたことがないんだと。そのたったの一回が民主党政権だったんですね。で、やっぱりですね、政権を取らない、政治家は、それは限られます。やれることが。数を持って、そして400人近い政党を率いて、そして実現をするっていうことが大事なんだっていう話をしてくださいました。中井先生はもう奇跡に入られましたし、周君のお父さんはもうすでに亡くなってますけども、今日国会図書館からですね、渡辺周君のお父様の渡辺朗先生の本を借りて読んでみたいと思います。歴史の大きな転換点になります。田中隆作さんがですね、3年前の希望の党の合流の時と似たものを感じるって。そうですね、野党の李鴻秋さん、もうこれぐらいにしないといけませんね。だから民主党とか壊しちゃダメなんですよ。一回壊したらこれだけのものが、いや、まだこれほんのワンステップですよね。壊しちゃダメ、長く続けなきゃいけないんです。どんなに辛くても、どんなにお前らはダメだと言われても、ダメなところは変えなきゃいけないんですよ。そこから逃げてはいけない、名を奪われてはいけないというふうに思います。あの時と同じだと言うんですけど、全然違います。政策、基本政策や理念はもともと同じ民主党にいましたから、ほとんど同じです。しかも国民民主党の綱領は、先ほど申し上げたように合流、結集の時ですね、渡辺衆がもう合流っていう言葉は使うなと、合流っていうとどっかに吸収されるみたいだと。そうですね、両党解散ですから、解党ですから、結集ですね。結集新党に至るまでの過程を3年前に、いや2年前にですね、この国民民主党を作るときに思い浮かべながら理念を作ってます。綱領を作ってます。だからこの後綱領委員会を作ってですね、これ私の希望ですけども、さらにあれにブラッシュアップをして、そして次の内閣をもう一回立ち上げて、そして基本政策、これを私たち今の国民民主党のですね、綱領をもとに、そして、地域主権改革、これ地域主権改革っていうのは今度の綱領の今の合意案からは抜けてます。それから原発についても、ちょっとこれ書きぶりがもうちょっと変えなきゃいけないっていうところも確かにあります。だから、それから、いろんな人たちの権利がまた保護っていう言葉になってます。権利は保護するものじゃなくて保障するものです。だからそういうチェンジも必要です。あの時と全く違うのは、その理念や政策の柱っていうものはもともと同じだったということ。それから今回大きく違うのは、昨日前原さんの話をしましたが、あの時全員で行くっていうことが説明をされていましたけども、排除が隠されていたっていうのは希望の時
等の時、みんな開けてびっくりだったわけです。みんなが参加できるかどうかわからないっていう中で、本当はリーダーはそれを胸の中に秘めて言わないで、騙してっては言いません。言わないで合流に向かってったわけです。で、今回は、なんと、代表が参加しない。つまり船長は途中で船を降りると、別の船を作ると言って、結集に向かうわけですね。それはそれでまた分かりにくいけども、政治家としての様々な考えがあるんだと思います。そこはもう言いませんが、渡辺修君のあの問いかけに対して、しっかりやっぱり答えてほしかった。そして、記者会見で別のことを言うんじゃなくて、修君のあの思いを、今すぐ、答えることはできなくても、昨日決議した中に、将来の、まあ、一部の人がどうしてもダメだと言うんであればですね、どうしてもダメだと言うんであれば、将来とか近い将来の、さらなる大きな塊に向けて努力を重ねていくと、ここは決議をしてるわけですから、全員が合流するように最後まで努力をするっていう文章もあるわけなんで、ぜひ皆さん、大きく結集せよ。大きく結集せよ。そして国会を一刻も早く開け。もう本当にこの感染の状況待ったなしです。この後ですね、私たちは超党派の勉強会に、もう8時から行きます。で、そこでまた別のお話、まさに今のこの感染拡大をどう止めるかっていう話をですね、責任者の方から聞くということになってます。でももう、そんなもう、聞いてる段階じゃないんです。手を打たなきゃいけないんです。ぜひ、その手を打つためにも、大きく結集せよ。そして、国会を召集せよ。結集と召集を、ぜひ、皆さん、声を大にしていただければというふうに思います。それじゃあ、ごきげんよう。渡辺修君、また一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。そうですね。暑いですから、ぜひ、ありがとうございます。昨日、地域の皆さんも本当ありがとうございました。本当にね、すごく胸に響く思いでした。みんな、民主党の時代から歯食いしばって頑張ってきたんだ。いや、その支持者の皆さんはもっともっとそうなんだ。だからそこをまた分断するようなことをやってはダメなんだということを心から思いましたね。胸に刻んで頑張ります。じゃあ、ごきげんよう。今日の空は空でごきげんようしましょう。ありがとうございます。失礼します。